分からないですし、実際に取り組まないと、真剣に取り組まないと意味がないということなんですよね。でバーチャルオフィスについてご相談いただいてます、バレるんでしょうかということですね。バーチャルオフィスが、あとブラウザーとかですね、導入事例について聞かれてますね。バレるかどうかという意味では、基本的にはバレることはないかなと思うんですけども、ただその住所で調べた時に、まあ、実際にですね行ったりしてですね、バーチャルだというのはすぐ分かりますよね。なのでまあ、バレるかもしれないんですけども、それでもいいという方が使えばいいかなというふうに思うんですね。で今ってバーチャルオフィスって別にバレたところでどうなのかなという感じですよね。オフィスを持たない運営方法ってむしろ賢いですし、固定費をかけない、まあ、だから誰も正社員を雇うことも僕もお勧めしていないのはそういうことなんですよね。もしあなたが一人社長、一人企業であれば、まあ、自分と家族を養うぐらいの生活費でいいのであれば、全然それで稼ぐことができるんですよね。あなたが